暴走ファンやナンバーアンダーラインアイファンを装ったアンチがわざと騒ぎ立てているのでしょうかリエハタへの非難に驚愕。彼女の過去の言動が明かされる。リエハタさんに対する非難には本当に腹が立ちます。どのような神経がそういう考えに至るのか理解できません。例えば、ルービックキューブの色が匂わせだとか、そんな病的な思考は理解できません。 私は本当にそれを許せません。トベファミリーが世界を目指している中、リエハタさんが力を貸してくれているのを悪く言うのは、本当に間違っていると思います。それはとてもくだらないことです。例えば、ルービックキューブと翔くの靴の裏が一緒だなんて、信じられない話ですよね。なぜそんなことが言われるのでしょうかリエハタさんは素晴らしい方で、 彼女の協力があってゴートという作品が完成したのですから彼女を攻撃する人々が本当に理解できません。彼女はお母さんでもあります。もし自分の子供がそんな投稿を見たらどんな気持ちになるでしょうかリエハタさんだって大人であっても傷つくことがあります。私たちは彼女を尊重しなければなりません。 なぜナンバーアンダーラインアイだけが攻撃されるのでしょうかリエハタさんがいたからゴートが生まれたのです。なんでこんな攻撃する人がいるのでしょうか彼らは三人が楽しそうに踊っているのに不満を持っているのでしょうかそれは本当に不思議なことです。暴走ファンやナンバーアンダーラインアイファンを装ったアンチがわざと騒ぎ立てているのでしょうかそれとも、 暇人たちが何か叩けるものを探しているだけなのでしょうか私は本当のファンを信じてほしいと思います。リエハタさんは常に大人だと感じていますが、彼女のインスタのコメント欄は本当にひどい状況です。もう法的手段に出るべきではないかと心配しています。彼女はとても忙しいのに、こんなことで貴重な時間を奪われてしまうのは本当に損失です。 世界が彼女とビジネスを従っているのに、とても残念です。私たちはもうファンではなく、アンチになってしまったのでしょうかナンバーアンダーラインアイが世界に進むためには、リエハタさんの支援が不可欠です。彼女とナンバーアンダーラインアイのコラボがもう一度見たいです。アンチの情報に惑わされず、リエハタさんをリスペクトしましょう。 それがナンバーアンダーライン愛のためにもなりますし、何よりも私たちはリエハタさんを愛しています。彼女を負けさせないでください。リエハタさんとナンバーアンダーライン愛のコラボをまた見たいです。アンチの人々に惑わされず、彼女たちを応援しましょう。私たちは彼女たちの大切なファンですから。リエハタさんには感謝しかありません。 彼女が素晴らしい振り付けをしてくれたこと、楽しそうに踊る3人を見せてくれたことに本当に感謝しています。彼女を攻撃する人々は本当に情けないです。もっと大人になりましょう。そして翔くんを信じましょう。リエハタさんのダンスは本当に素晴らしいですし、これからもナンバーアンダーライン愛を輝かせてください。 ナンバーアンダーラインアイのファンだけでなく、自分たちの気に入らないものに対してアンチ活動する人々についても考えてみましょう。彼らは本当のファンではなく、ただ攻撃することで自分の欲求を満たそうとしているだけです。そしてそれを正義と思っています。本当のファンなら、リエハタさんに感謝すべきです。リエハタさんを守るために、攻撃している人々やアンチ、 病気を患っている人々には近づかないでください。彼らと関わらず反論しないでください。彼らは根絶するのが難しいかもしれませんが、近づかないことが大切です。リエハタさんには感謝しかありません。彼女の活動に感謝し、彼女を支援しましょう。彼女を悩ませることがナンバーアンダーライン愛の足を引っ張ることになることを考えてください。 私たちは楽しく推しを応援したいです。リエハタさんに対する批判を聞くと心が痛む。そんな考え方になるのは一体どんな気持ちから生まれるのだろう。ルービックキューブの色が匂わせだなんてどうしてそんなことが頭をよぎるのか本当に理解できない。トベファミリーは世界を目指して奮闘しているし、リエハタさんはその目標に向けて力を貸してくれている。 だからこそ、彼女を悪く言うことは本当に間違っていると思う。それはとてもくだらない行為だ。ルービックキューブと将君の靴が一緒だなんて信じられない。そんな些細なことで彼女を攻撃するなんてどうしてなのだろうなぜリエハタさんだけが狙われるのか。彼女もただの母親であり、お子さんたちがそんな批判を見たら一体どんな気持ちになるだろう リエハタさんだって大人であるが、心は傷つく。だからこそ、彼女を守ってほしい。タッキー社長、なんとかしてくれ。彼女とのコラボレーションをもう一度見たいのだ。彼女は素晴らしい作品を生み出してくれるに違いない。リエハタさんがいなければ、ゴートも存在しなかっただろう。なぜ攻撃する人がいるのだろうか。 楽しそうに踊っている三人がいるのになぜ不満足なのだろうかそれは本当に不思議だ。暴走ファンというよりも NI ファンを装ったアンチが意図的に騒ぎ立てているのかもしれない。彼らは必死に何かを叩こうとしている。しかし、本当のファンを信じてほしい。リエハタさんはいつも大人だと感じているが、彼女のインスタのコメント欄はひどい状況だ。 もう法的手段に訴えるべきではないかと心配している。彼女は忙しいのに、こんなことで貴重な時間を取られてしまうのは本当に損失だ。世界が彼女とビジネス従っているのに、それができないのは残念だ。もはや彼女をファンではなくアンチと呼ぶべきだ。ナンバーアンダーライン愛が世界に行くためには、リエハタさんのサポートが必要だ。 彼女との良い関係が壊れることが一番怖い。もう炎上はやめてほしい。リエハタさんとナンバーアンダーラインアイのコラボレーションをもう一度見たい。アンチの情報に惑わされず、彼女をリスペクトすることが大切だ。それはナンバーアンダーラインアイのためにもなり、何より彼女を愛しているからだ。彼女を負けさせてはいけない。リエハタさんには感謝しかない。 彼女のダンスは素晴らしく、これからもナンバーアンダーライン愛を輝かせてほしい。彼女の才能と努力は称えるべきだ。世界に精通したリエハタさんには感謝の気持ちでいっぱいだ。彼女のサポートなしにナンバーアンダーライン愛が世界に行くことはできない。彼女を守りたい。リエハタさん叩きが続いていることが残念だ。 彼女は本当に素晴らしいダンスを提供してくれているのに、それを妨害する行為はやめてほしい。リエハタさんには感謝しかない。彼女の生き方に憧れるし、彼女を悩ませることはナンバーアンダーライン愛の足を引っ張ることになる。彼女を応援したい。リエハタさんに食ってかかる人たちには、病気の治療が必要だ。 彼らは自らがばらまいている最低な病原菌に取り憑かれている。彼女を守るためには彼らとは関わらないことが大切だ。リエハタさんには感謝の気持ちしかない。彼女の振り付けは素晴らしく、彼女を攻撃する人たちは本当に情けない。もっと大人になってほしい。そして翔くんを信じてほしい。彼女を安置する人たちは、 本当のファンではない。彼らは自分の欲求を満たすために相手を叩く。それが正義だと思っているから厄介なのだ。リエハタさんには感謝しかない。彼女の活動を妨害することはやめてほしい。彼女を応援したい。